ロボコップかも。はい、ということでね。高円寺でしか見たことない。一回リュウヘイ聞いてみればいいんじゃない。あ、確かにリュウヘイに一回聞いてみる。どうしてやっぱマスタープラン結構長くずっと僕たちの視野の中にあって、これを目指してねいろいろ活動してきてやっと出せる楽曲になるんですけども、今の心境はどうですか。そうっすね。声高いね。ライブの取り込みしてるしこいつ。声高っ。そうっすね。だな。チャラいし。薄系の人だ。そうっすね、スタープランめっちゃかっこいいんだよ。いろんな人に聞いてもらいたいっすね。なんか今日やばくない。どうですかマスターズは。あ、ちょっと時差が。時差が。やっと時差が。急に。急に。ローディングローディングじゃんじゃないの。そうっすね。あ、一緒だ。一緒だ。俺らがデモカレー。そうっすね。そうっすね。大好きだ。大好きやな、そうっすね。やべ、進まね、一緒。すみません、いきます。ししましょう。デビューから、デビューから2年4ヶ月で、BE:FIRST の韓国人のマスタープランドーム公演を僕たち達成したわけですが、BE:FIRST としては、そのマスタープランというこの楽曲を、初ドームでやることによって、うん、そのドームより先の未来を明確に組み立てていく、このね、燃え尽きないようにもうデビュー当初からずっと掲げてたものなんですけど、個人的にマスタープランを作るとしたら、りょうきくん。いやー、じゃあね、一番得意だよね。そうなんだよ、めっちゃ慣れてるもんね。マスタープランに、いや、もうそういうその即興の対応みたいな。即興アドリブですか。マスターアドリブ力やばいから。確かに。違う。別にここで使うことでもないよ。別にだってマスタープランってさ、長い計画を見てのその話でしょ。出し惜しみしなくてもいいんじゃない。なんだお前。お前は。わ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 。マスタープラン。はい。うわ。わかりです。そういうことだったんだ。っていうところです。どこで生まれましたか。日本。そう。そう。英語で言うと。ジャパン。そう。イタリア語で言うと。わからん。ジャポン。そう、ジャポンに生まれてきてるんです、僕たちは。ジャパンでよくなかった。いや、日本でよかった。日本でよかったよ、確かに。それ以前、日本でよかったよ。確かに。よ。結構ガチでいいこと言ってない。いいぞ。そういうことだと僕は思うんですけど、このベイハートにとってのマスタープランは、あの、レーザーにとっては、どうか。いいと思いますよ。これマジで。どう日本でどう来ないじゃんこいつ。何も出ないじゃん。まあマスタープランは嘘はなんで外してあげたいここら辺のなんか溺れてる。嘘そう溺れてあげたいよ。まあメイドインジャパンを背負う縛られてる。こう制作人だったり、うん、MV 撮影だったり、うん、全てに関わるスタッフさんが日本を誇りに思ってるっていう。ちゃんとしてちゃんとしてそうっすね。ああ、戻っちゃった。それ最初に聞いたの許可しちゃった。なんかもう自分でそのキャラ抜け出せなくて苦しんでる。抜け出させて。マスタープラン X で大丈夫か。感動しちゃったんだよね。募集します。え、なちょっと待って、すげー今ちょっと次の配信新しい靴おい言わぜ。24新しい靴履いてること言わんでね。結構最近バケハハマってない。おー言わんでな。それ昨日もめっちゃこれも前か、あの最近買ったパンツ。やっぱね、ジュロンのね、ソロ曲がね、めっちゃいいっすよ。おー、よく言われる。え、リョウキのソロ聞きたいっすか。え、お前、シュンとまだ言っちゃダメだよ。お前、それ、まだガチでいろいろ言っちゃいけないやつじゃないの、お前、これ。リョウキのソロはマジで。ダメ。これ、ほんと結構キンクだから、もう割れてやばいやつじゃない、マジで。言っちゃってそうで、言っちゃってました。クソダサいっす。おいしょ、オッケー、オッケー、ありがとう。タイトル、リョウキソロ、チェアーです。こっちででもチェアーがいいな。やだよ、普通に。お願いだから。その各地でチェアーした感情を、うん。ちょっとごめんね、お前何してんの、お前今このタイミングで。お前準備するな、お前人が話してるタイミング。
あれみたい。俺だっけ？もっと AI っぽくなった。なんか、あれっぽいね。なんとか少年。そう。21世紀少年。21世紀少年。これ、あ、ニコでしょ。ニコ、ニコでしょ。アロハでしょ。アロハ。アロハで、はい。ハワイアン。ということでね、まあ、やっぱこのマスタープランっていうあの名前はすごいもう2年前ぐらいからずっと出てまして、時期にこのタイトルの曲をやるんだろうなってずっと思ってたんですけど、で実際到達してみて、このなんか和を背負って和&ドリルで、曲を出して MV もすごいいいのにできて、しかも初披露をドームでできたことをすごい誇りに思います。はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。その、はい、純粋なかっこよさ、音楽との、あの、なんて言うんだろう、マッチ。そして、その MV の映像としての面白さ、間違い探しじゃなくて、いろいろね。なんかあれだね、俺らいつもめっちゃ外れてさ、時間足りないみたいになるのにさ、今日すぐ終わるね。いや、でもこれ毎回押しちゃいけないやつですもんね。そう。だからそれを TikTok もなんか、聞くじゃん。あっちもインスタもなんかすごい秒で終わっちゃう。だからそれを理解してくれてるから、だからあんまり書いてない。俺らがいつもやりすぎるからめっちゃ少ないのに、今日淡々と進みすぎた。まあそれもマスタープランだよね。イエーイ。あ、これイエーイやだ。イエーイダメだ。イエーイが何か。イエーイはやだ。あとドリルって何ですかって人も多かった。俺、初期の説明めっちゃ納得いったやつがあるんだけど、ちょっともう一回お願いしていいですか。いいですか。ドリルのその根源というか、始まりというか。やっぱアンパンマンって、初代はバイキンマンとバイキンマンと初代ってよ、これマジでここからアンパンマンとバイキンマンのそのもう素手同士というかもう何もズルなしで戦ってたんですよ。ワンワンけどアンパンマンの圧勝だったわけじゃん。強いじゃんアンパンマン、絶対アンパンマン勝ってたわけなんですよ。で、あのもうだいぶやってからバイキンマンがだいぶ経つからね、こっから乗り物乗り始めて、あモグラの、あ、ドリルのマイキンマンゴーの、で、結構追い詰めたな。おお、で、強い。ドリル強い。何の、じゃあ、ドリルの、ドリルの。あ、強くなった楽曲の名前がマストブラン。マストブラン。勘違いだよ。アンパンマン出てくると思う。ごめんね。はぁ、皮膚炎。はい、ということで、あと1分なんで。1分だったんだよ。名前が、じゃあ、ハッピーブルー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